決戦の準備万全であろうか。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。例の船の準備も万全とのこと。あとは決戦の際機を伺うだけだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。お働き受けたまわりました。手図からの準備恐縮です。殿、これで策の準備は整いました。あとは時を待つのみです。よし、いよいよだな。我ら孫吾と劉備軍、治癒を束ね早々に勝つ。来るべき決戦に向け備えを十分にしておくのだ。やれやれ、ずいぶん大掛かりな準備をさせられたな。こんな戦初めてだぜ。けどようやく曹操をぶっ飛ばせるんだな。董卓討伐、関都での戦、今までも対戦は経験して起毛した。こたびはそれらの戦に匹敵する、いやそれ以上の対戦でござる。兄者の志のため、必ずや勝利せねば。この戦いに勝ち曹操を討つことができれば、長きにわたる因縁も終わるか。諸葛亮、この戦の後我々はどのように動くのだ。この戦に我々が勝てば曹操は勢いを失い、しばらくは動けなくなります。一方我々と共に戦う孫権殿も戦後の処理と領内の安定に追われるはず。これは領地を持つがゆえの宿命と言えるでしょう。その間に劉備殿は酔って立つ地を得るのです。曹操と孫権殿二人に並び立つための国を。私の国？はい、劉備殿の国。晋の世はそこより始まるのです。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては全ての準備が水泡に帰します。家計を仕掛けるその時まで敵の猛攻に耐えなければなりません。わかった、まずは敵の攻撃をしのぐよう全軍に伝えよう。
この決戦、敵を誘い炎で一掃する。火を見て曹操を挑発する船を出さん。先に行った仲間も頑張ってるみたいですぜ。さあ親分、俺たちも行きましょうよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。西郷様と調印様が処刑されたって話だ。なんでも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にもおらんぞ。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然やってねえじゃん。しかし大沢先生にもらった酒はうまかったな。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め渡してみせる。我らのものとするぞ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。散り際も心得ているもの。ここで倒れるわけには参りませんわ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。武者どもに遅れを取るとは、くだらんあがきがどこまで続くか見ものだな。おお、敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。伝令、宗師様、神器様が配送されました。
何？そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。怪しい動きをしてる連中がいるね。ここらで叩いておかないと面倒になりそうだ。敵もそろそろ我らの人に来たでしょう。我が大将、果たして見せる。やれやれ、ずいぶん妙なことをやってるね。これは潰しておいた方が良さそうだ。この祈祷に我らの勝敗がかかっています。あなた方に邪魔されるわけにはいきません。ここまで抵抗されちゃ叶わんだ。あんたらの企み暴きたかったんだよね。この勝利、皆のおかげだな。見事な戦ぶり、感服いたしました。
報告によると、ジョショ様はこの辺りにいるようです。深夜の頃、こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利にはなりませんよ。ここは火に包まれるから離れろと。俺なんかの
燃やすには敵艦の船をつながる。この分かったよ。船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵者だ。ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。私のように息が絶え絶えに。敵将討ち取ったり。おお、何じゃ、やりましたな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。水仙になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。
この川のせせらぎ、とても清らかですね。近づけば、さらにいい板が浮かぶでしょう。戦の最中に試作にふける。是非もない。私が同行し、警護に当たる。私が迅速に排除する。やりやり、見つかっちまったか。なるのみ。そういうと手荒れだが、おとなしくしてもらうよ。地に近づいたよ。我が大将、果たしてみせる。敵将、討ち取ったり。不審者をみすみす逃すとは、この失態、現場の大将。これで敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回るよ。
ライ殿、その船で曹操軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草、これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の確か。あっしが船酔いを直してやるよ。船を全部つないちまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船をつなげばもう酔わないら。やれやれ。おかげで助かりました。さあさあ、どんどん飲んでくれ。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。まあ、あっしの仕事はこんなもんかね。わかりました。おい、さあさあ、悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。Thank you.
満身が貴様の範囲となるのだ。周囲、郊外、今こそ炎をたけらせよ。敵の第一波は防いだか。次の攻撃が来るまでまだ時間があるはず。風向きが東南に変わりました。周遊殿、今です。よし、時は満ちた。今こそ曹操の戦乱を火の海に沈めよう。おー
るんだ。そうそうよ、孫家三代の名代として再会の挨拶に参ったぞ。郊外殿が道を示してくれた。孫王の将兵たちを奮い立て、今こそ曹操を打ち破る時だ。違うぜ。待ってろ曹操、おめえの首俺たちが取る。よし、全軍で攻勢に出るぞ。今こそ曹操を討ち果たすのだ。曹操は今まで幾度もの窮地を生き延びてきました。今回も逃走するため周到な準備をしているはずです。ならば我らは追撃と用地確保、両面で軍を展開し、曹操はまださほど遠くへは逃げていません。急ぐことなく包囲を絞っていき、行き場をなくした戦の、今こそ曹操の首を取る好機。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に打ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣が炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば家計は大成功だ。俺も準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。
すがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。せっかく劉備を見つけたのに、この無力が憎い。要求を退けることができた。これでなんとか味方と合流できそう。この勝利皆のおかげだな。Tip!
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。超文言これにあり。何人も曹操殿に触れさせはせぬ。長領殿、微力ながらこの低中徳も力になろう。誰にも阻ませぬ。我らに退路なし。敵を吉と定めよう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。行くぞ。我ら戦場を駆ける陣風とならん。大したもんだぜ、二人じゃ。曹仁と合流後、ここへ逃げ込むだろう。その前にこの地を確保する。各門の敵将を倒し、包囲の体制を整えよう。私が捨て駒になってもいい。ここは守り抜いてみせます。何人もこの門は通さん。破ろうとする者は私が厳に処罰する。おかたいこと言いやがって。上等だ。よし、でもその分奪ってやるぜ。敵を蹴散らせ。なんない。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。させるかよ。あんたらにこの門は渡さねえ。我らとてここで引くわけにはいかん。何が何でも渡してもらうぞ。素晴らしい戦ぶりです。殿が来る前に撤退するのかよ。どんな顔して戻りゃいいんだ俺。この門の守備は自分が。曹操軍の兵は誰一人通しません。担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。お見事。さすがの貫禄勝ちってところですね。その真の強さ、仲間として誇りに思うぞ。
の撤退先が敵兵に囲まれております。このままでは味方が撤退できん。城の兵を割き包囲を突破するのだ。この城は東方を守るためのもの。貴公らには断じて渡せん。敵は定まった。敵が足場を崩し戦意を損。お主こそ真の三国無双よ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。敵将討ち取ったり。将来を嘱望される逸材よ。城を奪われてしまうとは。この城が安全であると噂を流しましょう。切羽詰まった曹操軍の兵を誘い出せるかも。この城皆のおかげだな。さすがの貫禄勝ちってところですね。この辺りに敵の来ない城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。よし逃げよ。今すぐ逃げよ。この辺りに散り散りになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが。味方がなかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのかな。もはや負けて悔いなしです。捕虜にするなり何なりしてください。曹操軍に勝ち目はないぞ。潔く降伏したらどうだ。うるさい。俺たちは最後まで諦めないぞ。敵に恥ずかしめを受けるわけにはまいりません。私は何としても我が君のもとへ戻らねば。演出なるのに。効かぬ。死力を尽くして戦いました。私の勝利にお任せします。すみません、おとなしくしますんで許してください。領袖の恥ずかしめを受けるとは。敵にもてあそばれるならばいっそここで。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。もうこの辺りに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。
かげさ。この勝利、皆のおかげだな。将来を嘱望される逸材よ。もう曹操軍のやり方にはついていけません。どうか手助けをさせてはくれませんか。俺たち一足先に曹仁のもとに向かいます。あなたたちが来たら寝返りますから。ここを抑えれば退却も楽になります。皆のため必ずや制圧しましょう。目を使って撤退しようというならか。その思い通りにはさせんぞ。我が大将、果たしてみせる。前進あるのみ。制圧できませんでしたか。退路を増やせず申し訳ありません。よし、これで奴らは船を使えまい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。敵将撃取ったり。この勝利、皆のおかげだな。お見事、見せつけてくれますな。逃げてきました。これからは曹仁様のそばで戦います。曹仁様が
っては一大事。俺たちがしっかりお守りします。伝令、宗神様が殿をお待ちしております。この戦、宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。宗神様、大丈夫か？おいらが敵を食い止めるから逃げるんだよ。巨女か、すまぬ、ここは任せた。お主も必ず生きて戻るのだぞ。俺たちは捕虜になったが待遇は悪くない。お父さんが見捨ててこっちに来いよ。確かにこっちの負けは見えるでしょ。よし、大道具、俺も降伏するぞ。よっ、よし、今だ。宗神を撃て。この自分の気方に萎えるって引かぬ。あれらの指揮をそこまで落ちているか。演出なるのに。やはりお主が我が波動を阻むか。この雪辱、いつか必ず果たそうぞ。そうそう、我らの追撃を振り切ると。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天下へと飛躍するのです。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。関羽殿、戦果をお聞かせ願えますか。いかがされました。まさか曹操と出会わなかったと。曹操は確かに拙者の前に現れ申した。だが拙者は必要以上に攻め立てることなくその場を去り申した。それはかつて受けた恩義ゆえですか。助手の恩義は関都で報い、もはや何のしがらみもないはずでござった。だがその後拙者は挨拶もせずに巨匠を去った後、曹操の将を切り兄者のもとへ走った。曹操はそのような拙者の無礼と兄者のもとへ帰ることとを許してくれた。その恩義には関羽の理由。待ってくれ諸葛亮、どうかどうかこたびだけは許してもらえぬか。私と雲長翼徳は生まれた日は違えど同じ日に死のうと誓った。今ここで雲長に死なれてはその兄弟の誓いを。雲長の理由。曹操に勝利はしましたが、この後はどうすればよいのでしょうか。そりゃこのまま孫権たちと曹操を追い詰めるんですよね。いいえ、今はこれ以上曹操と対するつもりはありません。曹操を討つには至らずとも勢いはくじかれました。この隙に私は、そしてそれが、あ、関平殿、弱気になっちゃいけませんぜ。俺たちの力を合わせれば国の一つや二つすぐに得られますよ。助手以来
国なんて持ってなかったし。険しい。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。かねての宣言通り、曹操の勢いが衰えた今のうちに慶州を取ります。自分慶州は劉表殿の時代には大きな騒乱がなかった。そう慶劉備殿はだが、それは兄者の侵略行為と受け取られるのではないか。劉備殿は慶州の正当な後継者たる劉貴殿を保護しています。我らが軍師を統率することは義に。周瑜殿率いる孫吾の軍勢が高陵へ攻め入ったとのことです。これを機に我らは慶州の南の四軍を制圧します。機にということは、これは赤壁同様孫吾との連携作戦ということですか。いいえ、これは我らの単独行動です。むしろ孫吾に悟られないよう迅速に動かなくてはなりません。それでは孫吾との関係が悪化してしまうのでは。今は劉備殿が立つ場所を抑える方が重要です。孫吾のことは気にせず、皆さんには四軍をそれぞれ制圧していただきます。無論お一人で全てを。ある。曹魏と孫吾が争っている今が好機。速やかに慶州四軍を制圧します。
そこ。そうですか。いたし。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。